大久保忠敬は、戦国時代から江戸時代前期の武将。江戸幕府旗本、大久保忠和の八王、通称の彦左衛門で有名。一時、忠夫とも名乗った。子に、大久保忠氏名、大久保宝京、大久保正浦がいる。妻は、馬場信成の娘、三河物語の著者としても知られる。大久保忠敬の菩提寺である、長福寺、大久保忠敬墓の、 史跡記念碑東京白金友三山立行事、永六三年、徳川氏の家臣、大久保忠和の八男として、三河国上和田にて誕生。陽名は平助。三河国の戦国大名、徳川家康に仕え、天正四年、兄、忠代,代と共に、東東海平定戦に参加。犬上での合戦がウイという。以後、兄たちの旗元で各地を転戦し、 天正十三年の第一次上田城の戦いでは、全軍が、真田正幸の再敗に翻弄された。また、兄、忠代は、家康の命令で、真田氏の隣国で幼くして、家徳を継いでいた、与田広国の監視を務めていたが、天正十三年十一月に、石川和正出本を受けて、浜松城にいた、忠代の代理として、忠隆が広国の小諸城に、入っている。 天正十八年、小田原征伐の後、主君、家康が江戸に違法され、兄、忠代及びその子で、老い、忠近が、相模国小田原城主に任じられると三千国を与えられる。慶長五年、関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠に従軍し、第二次、上田合戦に参加した。戦後、時系の忠助は、駿河国沼津城主となって二万国を領していたが、 忠助の着手、忠金が創生したため、弟の忠孝を養子として迎えて、後を継がせようとしていた。これに対し忠孝は、自分の訓功はないと申し出を誇示したため、忠助の死後沼津藩は、無つぐ会役とされた。続けて、本家の忠だが、江戸幕府内の清掃に敗れ失脚、会役となると、それに連座して、忠孝も会役された。しかし、 家康直臣の旗本として召し出され、三河国の方に戦国を配慮し復帰した。慶長19年、大阪の陣にも槍奉行として従軍。家康死後も二大将軍、徳川秀忠の上落に従い、三大将軍、徳川家光の代になって旗奉行となった。この頃戦国を数をされている。官営12年頃から、日立国鹿島に300国ほどの地を移し、 三河物語の執筆に没頭したようである。寛永16年、死去。去年80。死の間際に、家光から五千国の画像を打診されたが、余命幾ばくもない自分には、ありがたいが不要と誇示したと伝えられている。法名、両親因伝日診。墓所、愛知県岡崎市流泉寺町の海雲山具全員、町福寺。京都市上京区上野辺町の光。 両山本全寺及び東京都港区白金の友光山立行寺、た来に乗って登場する大久保彦左衛門。ありがとうございます。